市町村を中心にした自治体消防制度が発足して丸40年。これを祝って自治体消防制度40周年記念式典が3月9日日本武道館に皇太子殿下、美智子妃殿下を迎えし、全国の自治体消防職員や消防団長などおよそ8500人が出席して開催されました。ただいまより自治体消防制度40周年記念式典を挙行いたします。皇太子殿下からお言葉を賜ります。日本国憲法の掲げる地方自治の理念のもとに、自治体消防が作られてから今日まで、地域社会の安全確保に大きく貢献してきました。ここに全国各地の消防職員、消防団員はじめ関係者の国民を守ってきた絶え見ない努力に対し、深く敬意を表したいと思います。次、本日ここに皇太子同妃両殿下ご臨席を仰ぎ、自治体消防制度40周年記念式典が格も盛大に挙行されますことは誠に意義深く、心からお祝いを申し上げます。長野県大滝村消防団。来賓祝辞の後、10人が内閣総理大臣表彰を、11人が自治大臣表彰を、126機関2538人が消防庁長官表彰を受けられました。さらに日本消防協会会長表彰として、福山市消防団など10機関に特別表彰まといが、長野県大滝村消防団など67機関に表彰旗が笹川会長より贈られました。その他172機関9387人が日本消防協会会長表彰の栄誉に預かりました。消防団婦人後援隊、努力してくださいよ。表彰の後、幼年消防のちびっ子たちが入場してくると、会場の雰囲気はガラリと一変。ドリル演奏の中、火の用心の歌に合わせてキビキビと可愛らしく子供らしい演技を披露。笹川会長の説明にうなずかれながら、皇太子殿下、美智子妃殿下は演技が終わるまでちびっ子たちに拍手を送られました。通信で皇太子殿下、皇太子妃殿下のご健勝、ご長寿、ご多幸をお祈りして万歳を参照いたします。皇太子殿下、皇太子妃殿下、万歳。